おはようございまーす。ティレット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、天気予報が3日前に見た時は今日は晴れだったのにね。今日見たらね、雨だったわ。まあ、天気予報はね、移り変わるもんだなと。今ね、痛感しております。はい。ちなみに今日はですね、生活習慣が乱れやすいね、早番の次の日の休みです。次の日は勤しないといけません。コロコロ変わるんでね、私はね、もう、体調が、体がね、なんかね、どんどんね、疲れてくる。若いうちだけだと思うんですよね、こういうのって。こういう交代勤っていうんですか？チームがコロコロ変わる交代勤務っていうのは若いうちだけだと思うんだよね、正直な。うん。本日のチームはですね、前回、モンスターマスターでのね、理想のパーティーみたいなのが出てきました。理想のパーティーかなり強いパーティーが出たじゃないですか。今回は、賢者編となります。いざ予感、賢者のね、私の強いパーティーをお見せします。いや、これは一つ言っていいか。俺のじゃない。みんなやる。さあ、いよいよね、こういうシャープがやってまいりました。強いパーティーがね、どれだけ強いのかというのを証明するようなね、そういう回になってまいりましたよ。はい。まあね、290回超えたんでね、そろそろガチめのパーティーが出てきてもおかしくない頃ではありますが、ちょっとこれはガチすぎるんじゃないかと私もね、ちょっと思っております。とにかく今回は賢者、G ゴーラーでございます。そしてお供にダースラゴンと地獄の夜というね、強力な隊を携えたね、まあ、単純にもうグッドスタッフってやつですね。これはいつかのグッドスタッフ、グッドスタッフひどい目やってたけど。さあ、4連撃地獄の夜にた地獄の夜に行くんだ。え、賢者じゃないの？なんか賢者だと思ってたけどね。そうだね。さあ、ガードしなさい、やっぱり。一番賢者が引き寄せるはずだから、その賢者がね、聖堂の盾でどんだけガードするか、どんだけ避けるか、それがね、この勝利の鍵になってきます。つまり、ガードせずに、回避もせずに、ボコ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 になってたら負けます、このゲームは。そうね。賢者だね。さあ、いい回避率してんな。賢者もね、回高いからね。おしゃれ着とか使うと、もっとね、回数上がってくるんですけど、さあ、ジーゴラ、行くぜー、せーの、はいー、強いよ、なにこれ。そして、このね、ゲームワーク効果が強いんじゃ、ジゴフラッシュのね、ジゴフラッシュと、イオだったかな。爆発光、ね。それが強いんだよな、ジゴラ。光の杖のマジックダブルスキャンも強いんですよ、もちろん。どっちか迷ったんだよね。ただ、今回はこっちにした。さあ、ダースコ行ってこーい。いろんな動画で英雄ネットドラゴン、いいよ。そう、いろんな動画でこいつね、ダースロゴンね、英雄になってるからね。主にゾーマ的チャレンジでは毎回毎回ダースロゴン英雄になってるから。さあ、ダースコもね、携えて、ただダースロゴンは普通にスペックが高いんですよ。単純スペックが高いから、耐性高いし、火力も高いし、HP がちょっと低いっていうぐらい。もうほんとそれだけ。さあ、ガードしていくのでかいよ。ガードと避けがね、入ってね、かなりいい感じに試合を運んでおります。2ターン目。ジゴラの、さっきの幻がバトルマスターの4連撃の1回目にかかってくると、もうここも違ってくるしね。さあ、こっからですよ。ナイスショー、外していくこのね、外しとガード回避でこの怒涛の物理チームを倒せるか。まずはダスコ、ダスコ、ダスコ、ダスコ。そうだよな、バトルマスター賢いからダスコ狙った瞬間会心だわ。会心判定になったらもうダメだからね。いや、クロンクロン、こうなってしまったらガードも回避もできないですからね。いや、こいつら手数で、ちょっと数打ち当たんのやめろ。数打つな、数。数で勝負してくんだけど、こいつら。回避される？え、避けられる？じゃあ、回数でやればいいじゃないじゃないんだよ。ジゴラ、せーの、はい、強いな、ジゴラ。おー、いいね。しかも、だいぶ効いたね。だいぶ効いてる。ビッグトマホークの通り大事ですね。これ、通りが悪いと、次のターン、なんかダメージ系詰められて、そのまま、はい、さようなら、みたいなのがありますからね。さあ、賢者もね、安定した。どういう風にも戦えるんですよ、賢者って。今回やってないですけど、祝福の杖を使うことも賢者できるんですよね。僧侶でいいような気がしますけど。で、祝福の杖で、バギーまで、戦っていく、デフォイミアね。そういう万能、おー、ダースたち、何？動画になるとおめえら一体またか。うん、やめろって前回の動画みたいなさ、動画になった瞬間一つも受けねえ奴らがいっぱいいるからやめろ。さあ、行きましょうや。運命のつばぜり合い。行きます。
すいません、ね、カツンって言った。またカツって言ったよ。さあ、稲妻の剣振っていく。いやでもあんま効きはないよね。うん、ダメージ系、ダイレクト SP が稲妻の剣だったのかとか、これ。さあ、灼熱の雄たけび、このターンに詰めるのは難しいな。いやギリギリやね。次のターン走らないとダメか、それか、このターンに詰めてダメージゲー、攻めか。いけ、ライトニングソードアーくそー、マジか。これ悪魔の騎士でワンチャンでもビッグトマホークで終わる説あるな。ヘッドベイクか。いや、痛恨で終わるか。まさか、まさか。いや、そんな、そんなね、理想的に痛恨でのわけない。ガード、いやーガードしないんかい、避けないんかい、なんでだよ。これやばいね。結構頑張ってんだよ。頑張ってはいる。頑張ってはいる。その頑張りを認める。頑張りを認めるけど、これはやばい。頑張りを認めるんだけどね。頑張りは認めるよ。このターン耐えれば勝ちだよ。きつい。いやー、ここは一発止めるしかねえな。行くぜ。3体止めればこっちの勝ちは確実。いけ、あれ、あれあれ、マーカー行くぜ、呼んできよ。今回もダメかもしれませんね。お次の相手はちょっとね、毛色の変わった森蓮選手です。かなり昔に動画に出したんじゃないかなっていう感じのチームですね。カード番は一見低いように見えますが、耐え切ったりして勇気の差をつけて勝つっていう、ちょっと新しいタイプのパーティーです。なんで、つばぜりのターンにね、ちょっとね、自分がポカやるかそうな気がしないでもないですけどね。さあ、やっていきましょう。削り切れるかどうかだね。今回に至っては、賢者は削り切りを狙った方がいい。ただ、シールコードもスライムも、スライムは特に避けるし、硬いんで、全体的に戦士。勇気逃げ切りされて、そのまま負ける可能性は大いにあります。さあ、そこを賢者がね、どこまで抑えられるか。ね。火力でちょっと押していけ。単体の火力は高いんで、みんな、ダースラゴンね、地獄のある賢者と思う。だ、今回は地獄だらだいきついかな。さあ、凍てつカード来たよ、凍てつカードで、ね、勇気の差をつけていくんだよ、こうやって。まず、勇気の差をこうやって気づけばね、だいぶついてるみたいなとこあるからね。うん、まあ一回。光歌も進化の表を使って勇気の差をつける、そういう戦法の 2B バディでございます。さあ、ちょっと賢者ね、さっき1戦目ちょっと勝って欲しかったな。さあ、スライムによく当ててんね。いい感じに当ててるよ。そのまま攻撃を当て続ければ勝てる、もちろん。さあ、ミラクルフラッシュ、これはでも影響を受けるのはダストコだけ。おい、ダストコダストコステップ、ダストコステップ発動したか、来たか、ダストコステップ。なんでお前避けんの？あ、まあ、賢者の相性で上がるけどさ、回避。まあ、気づけば勇気に大きく差がつく。オーガードしていく。いいね。いいね、いいね。削られることはないんじゃないかな。さすがにこのパーティーって。さあ、いけ！大呪文！ジゴラ発送！いけー！ジゴラ！うん、効くねー！思いのほか効いたわ！思いのほか効いた、思いのほか効いたわ！うん。かなり思いのほか効いた。さあ、ここでね、2ターン目につばぜりを仕掛けましょう。これは戦士パーティーが仕掛ける理由はただ一つ、有機量で勝てるからです。あ、そうか、こっち、そう、緑なんですよね。だから向こう緑、こっち黄色になるんで、基本的には 2P が勝ちます。これはまあよくある戦士の戦法ですかね。さあ、戦士がここでね、つばぜりにほとんど安定して勝てるんですよね、このパーティーって。向こうがその戦法知らない場合ね、もちろん。向こうが黄色行ってなかった方がびっくりだけどな、てか。黄色行かなかったね、てか。なんでだ？外してた？いや、そんなことはないな。2ターン目に仕掛けられてこうなるのか。さあ。となると、戦士が勇気逃げ切りをするってことになるから、仕留めれるか。火力押し付けていくしかないね。賢者火力もあるからね。下手すると魔法使える火力があるのが賢者なんで、とにかく抑えていくしかないですね。さあ、頑張れ、ダストラゴン。今日お前ら、モンスターは調子いい。そこそこ、ダストラゴン一回なんか偉いことになってるけど。いけ、頑張れ。さあ、2P チームは、このターンに会心、スラストライクビビリギリ、会心出やすい技なんで、そこで会心が出てしまうと勇気たまると思う、3ターンで。森蓮チームのいいところですからね、それは。このターンに抑えてしまいたい。火力で抑えれるか。ちょっとね、
どうなんだろう、会心次第。ビビビ、あ、当たるか。避けとか入るとね、違ってくる。避けとガードすれば勇気がたまんないわ、このターン。会心出たらやばいよ。スラストライク。ちょっと大丈夫か、そいつ。あー、大丈夫か。勇気ギリギリたまんねえか、これなら。あと一旦伸びるだけは全然違う。そのまま抑えれる。いけ、せーまずい、せーの、バッキューあなんでバッキューしてんだよ。なんで銃口向けてんの、お前。悪魔特攻のせーまの杖なんだけど、全然使えないわ。さあ、いい感じに抑えてるよ。このままか、ね、火力押し付け。火力押し付けろ、火力。自慢のね、火力押し付けて、アサルトクロ当てて、オーケー、4、20、レッグーザンの回心じゃなければ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ここまで抑えてんだ。大丈夫だ。うわぁ、おぉ、たまんなかった、危ねえ。フラグ回収早っ。フラグ回収爆速弾だったのにびっくりしたわ。え、まさか、ちょっと待って。こっから負けんの？え、まさか、ちょっと待って、こっから負けるのは、ちょっと待って、こっから負けるのかっこいい。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと負けるんですか？負け、え、本当にちょっと待って、待って、本当にちょっと待ってくんね。ここから負けるってあるんですか？ここが、おい、選手が動くわけない。よし、最後に一頑張りしたようだが、すべて無駄。やった、危ないな。危ないな、君たち。前回、モンスターマスターパーティーを苦しめた、アンダー20チームです。お前らアンダー20だね。お前ら嘘ついてる。来ました、アンダー20チーム。外伝でね、アンダー20っていうルールを作ってちょっと遊んでる動画があるんですけど、それに出てきたね、強豪チーム勇者。アトラスとミイラとこ勇者で固めたね、若干ちょっと耐久もろそうですけど、このチームね、とんでもない強さを秘めてることに有名です。モンスターマスターを倒し、今回賢者も打ち破るのか、アマかける竜の剣技って、これなんだよね。これを、どんだけガードするかだと思うよ。性能盾持ってるから、ちょっと頼むわ。それはダメ。あとはジゴラ。ジゴラが、アトラスと勇者を止めれるから、その効き具合、状態上。あ、でも伊達はね、アトラスがね、こうやって引き受けるから、おー、いいね。アトラスがこうやってどんどん引き受けてくれるから、あとは怖いのは呪いの言葉。これです。皆さん大好き。呪いの言葉。これをね、編集するたびにね。呪いの言葉をシューターボールを相手のゴールここまで入りますからね、編集するとね。まあ今回は大丈夫だったね。呪いが怖いね。さあ、重なり合う呪いに対して、こちらはジゴラさんの、はい、強よ、こりゃ。アトラスが、目開けられるのでかくない？外すんじゃない？そう、外し期待してね。大破壊の時期をここで外してくれれば全然違う。さあ、柱取り出せ。ハーゴの、ハーゴ、これハーゴの城から持ってきたんだ。大破壊外した。よし、でかい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 。これで落ち着いたね。HP、HP ちょっと落ち着いたね、ここで。オッケー、賢いよ。アトラスちゃんと狙って、アトラス狙って、さあ、HP に優位に、HP なんと返したね、てか。HP 返した。1ターン目の不意な HP を返したよ、ここで。天かける竜の剣技の、会心とか、呪いの言葉のね、持ってるのがやばいな、でも。これでさ、止まったらやばいな。シューター主人公止まったらやばいな、これ。よし、あ、いいピロリ、いいピロリ。賢者が避けてんのはマジででかいわ。さっきだよ、天かける竜の剣技。天かける竜の剣技が、襲い来る。ガード戦、うわぁ、ガードしてよ。できないよ。開始判定なんだから。いやー、やばいやばいやばい。こいつやばいやばい。こいつやばい。食べてやばいやばいやばい。こいつやばいって。こいつやばすぎじゃないの、ちょっと。何あいつ、何あいつ。甘かける竜の剣技が強すぎるんだよ。甘かける強すぎだろ。なんで甘かけるあんな強いの。クソ、負けるか。こっちも負けんな。負けんな。まだいける。まだいける、まだいける。アトラス止めろ。よし、これアトラスを機能停止に追い込めるのはマジで強いわ。でも、いい感じ。まだ、まだいけるぞ。まだいける。まだやれるよ、お前たち。まだいける。まだやれるよ。次のターンで死ぬかもね。でも、目見ない。あいつ目見ない。大丈夫。さあ、地面からハーゴンの柱持ってきて。今度は、よっしゃー、避けていく。でかいでかいでかい。ある、ある。これ勝てるぞ。勝てる、勝てる、勝てる。
俺ね、甘いかける軍隊に勝てるよ。ここでね、一発止めちゃうよ。アトラスは止まる。ミーロとこもいい感じに行く。せーの、キュッ！おっしゃん！これはいったか、これは抑えたか、いよいよ、いよいよ来たか。アンダー20だぞ。相手一応あれアンダー20で縛り入れてんだけどな。さあ、ギガスラッシュ。おっしゃー、これはこれはでかいね。このイッターはでかい。できればこのターンに仕留めてほしいけど、909はどうだろう。あ、いいじゃない。できればアトラスなら400いく。さあ、いけるか、アンダー20の悪夢を。今、ケンジが果たすのか。ケンジ果たすね、これ。これケンジ果たせる。果たせる、果たせる、本当に。さあ、アンダー20という縛りを入れたチームに、自重をしない、強キャラたちが、いざ、天津強くです、せーまのぜ、いけーバッキューンアトラスよく狙い撃ちしたな。さあ、次はですね、モンスターマスター、強パーティーとの戦いですもう何でもやってくれ、もう何でもやってくれ、なんだこれは僕が絶対動画でさ、出さないであろう3体みたいなのが出てきましたよ、はい。それをモンマスで組み合わせたグッドスタッフ、超グッドスタッフですよね。リッチをメタハム出すのみんな強いんですから、それを並べたモンスターマスターは必然的に強い。あれ、こんなことを前に言ったことがあります。はい。さあ、超グッドスタッフ、モンスターマスター構成と勝負ですね。打点はどうだろう。今回はメタルハンターいるからね、またメタルハンター雷に刺さってんな。さあ、ジゴラがね、ナイトエッジにいい打点が出るんじゃない？ジゴラスタート。はい。あ、出ない意外と。え、ナイトエッジ111か、買った。ナイトエッジマジ？お前多分ね、マスターダブルスキャンのせいだなこれ。さあ、ドルマが襲い来るぞ。賢さん200からドルマ215、ダース買ってマジか、強化してもこんなもんか。へえ。さあ、ダース力は敵にも襲ってくるのがやばいな。敵でもダースは恐ろしいな。とりあえずメタハン狙おうか。でも打撃入ってるからね、そんな出ないかもしんないね。外してるもんね。ちょっと厳しいよ。アサルトグローは多分リッチ。リッチ。オッケー。あー、オッケー。いやー、やばいな、こいつら。この硬さは、ただごとではない。やばい、この硬さと強さはただごとではないぞ、これ。モンスターマスターは、モンスターを強化できる。火力面とかね。耐久面も強化できる。その中で、普通にゴリ押してくる戦法はもちろん強い。強いモンスター入れてゴリ押す戦法は当然強い。さあ、ちょっと、ダースの子に行った！同族殴り！おらん！ 265 尋常じゃねえんだけど、こいつら。なになに？やばいなぁ。ドルマにゆっくり詰めていく。でも、ダースの子なんだね。地獄の上とかじゃないんだね。なんか意外だわ。でもジゴラがこれ当たったとしてもダースドラゴンにしかいい感じにいかないね。ダメージは出るんだけどね、そこそこ。リッチが110とかどうなってんだよ。やばい、自利品だ。ちょっとゆっくり、本当にゆっくり詰められてる。自利品。いやー、こういう殴り合いは厳しいのか、賢者って。つばせられ止めることもできねえしな。ダースドラゴン大丈夫これ。ちょっと待って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 、うわー、ちょっと早め。やっぱお前やばい。あ、聞くじゃん。いや、でも聞くけどさ、どうするの、どうすんのこれ天使の歌、これ確かこのセットセットしてないですよ。天使の歌が一番これ最善択だな、正直言うと。まあ持ってないんで、ここはワンチャンのご利用しにかけますかい。ダイレクト SP のみっていう縛りだからね、まあルール上は。ワンチャンでもあるな。メタハンガダビグマで効くしな、結構。OK! ワンチャンあるな。ジゴラとダースが走るかどうか。あーあいや、ダースが走るってそういう意味じゃない。ダースが、ちょ、ダースが走るってそういう意味じゃない。やめて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 。バケモンみてえなチームやな。強者の余裕をね、感じまして強者の気配を感じたからに来るにはレジェンド魔王と相場が決まっております皆さん、この時間がやってまいりました。いきますレジェンド魔王最強、ムード王との戦いです。また来たよレジェンド魔王最強、ムード王との戦いです
前回なんかこういうのやったというわけでね、2勝2敗なんですよ。なんだかんだに今賢者って勝ち越しできてないんだけどまあでも動画撮ってる時に勝ち越しできたらすごいと思うけどね。さあ今回ね、この悪夢に立ち向かっていこうと思います。どうなんだろうね、悪夢で止まりまくって勇気ためられずに負けるっていうのは無道でよくある光景だけど、今回のあの有利な点っていうのはデインがそんな効かないってことです。無道チームって何が恐ろしいかって、デインが確定でね、あの当たるいい打点なんですよ。今回は全員ね、デインはそんな効かないタイプのキャラなんですよね。地獄のダースドラゴン賢者とも。なんで、デインでゆっくり詰められて削られて負けるはないんじゃないかな。だから負けるとしたらこの、悪夢次第。ああ、うーん嘘だ。嘘だよ。嘘だよ。嘘だよ。これはひどい。全員寝た。全員寝たの？え、お前ら全員寝たの？なんと、あいやー、あいやー、あいやしばらく。全員寝ちゃうのやばいって。マジで。やばくない？これ。断定だってデインと悪夢がクソ強すぎるって。デインいくら体勢持っててもさ、向こうまで溜まるじゃん。こうやって勇気の差がね、かなりつきやすいんですよ。悪夢で眠らされて。やばいな、これ普通に負けるのか。まあ無能強すぎない？いや無能強すぎない？やっぱり無能おかしいでしょこれ。いや電撃こっちも打点がない。勇気をしっかり回収したいところではあるけど、悪夢が出ましてくるからね。やばいやばいやばい、こいつらしっかり勇気を回収する以上はもう負けるぞ。悪夢強すぎだもん。いや悪夢がおかしいんだよこれ。何これ何この技、何この、なんか変えるために金あのみたいなやつ。ちょっと待って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 、本当に待って。しかもちょ、もうきつい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 。せめて勇気の、いや勇気の総裁じゃダメだよ。つばぜり合いも無効できないしな。相手は魔物使い認識みたいな感じなんで、つばぜり合いもできないし、その勇気が総裁しちゃったら負けなんですよ。もう判定でどう考えても無道おかしいでしょいや思うけどこれ無道がおかしいんじゃねえかなえ強すぎない？え強すぎない？昔からこれ結構かなり昔から言ってるけどさ、無道強すぎない？最強キャラなんだけど本当に何も考えずとも最強キャラになっちゃうんだけど、これ何こいつ、どうすれば対策できんの？次のターンには勇気たまるね。だからだから光の弾で追いついても判定負けするし、仮に追いついてもその判定負けするし、ご利用せるわけないし、絶望なんだけど今絶望感が漂う絶望感が今ティラを襲っております。ハーゴンの方がいかにさ、ハーゴンが優しいのかわかる。ちょっと待って、本当に待ってくんない？本当に待って待って待ってこんなに賢者のパーティーがガチなのに、これ多分ね追いつけない。光の弾使っても勇気追いつけないんだよ。追いついたとしても HP 差がつきすぎてて判定負けになっちゃうし、晩作尽きたか終わったか、晩作尽きたか、これもしかして。だってどうすりゃいいんですか、どうしようもか、これはねどうしようもなかった。助けて助けてこのままを倒せばいいのか、たやすいことだ。いや、なんだ、なんでだよこいつらおかしい、無道はおかしいよ。カエルのために金はなる頑張ってたんだけどな賢者パーティー。